キャコンバディエブリーボンバヤロキリュウでございます。先日マーブト工事に手伝ってもらって取り付けたタフレック L276 ルーフキャリアハイルーフ用ですが、電電無視号を走らせてみるとスピードが60キロくらいから結構な風切り音が始まります。そして見た目ルーフよりキャリア底がかなり高いんですよね。この間です。まあハイルーフ仕様ってこんなものなのかなと、そのうち慣れるかなと、微妙な見た目にハテナが続いております。雪の降る地域なら雪かきは楽かもしれないですけど、残念というか、なんというか、高知では雪かきなんてしたこともないわけで、気になる点が風切り音とルーフの底の高さですね。まあ良い点は当然荷物がたくさん積めることですが、注意点として軽自動車の積載物の基準というのがありまして、長さは全長の 10% 以内、幅は車幅まで、そして高さは地上より 2.5 メートル以内と決められています。電電無視号の車幅は1メートル47センチ、全長は3メートル39センチなので、はみ出しても大丈夫なのは長さの 30.9 センチですね。33センチ9ミリまで。で、34センチだとアウトということになります。幅に関しては車幅なんで、まあ一目瞭然でしょう。高さに関しては現状キャリア底で2メートル弱なので、荷物の高さ自体は50センチまでの荷物なら OK ということになります。風切り音に関しては、まあできるだけゆっくり走って高速では耐えられるだけ耐えてみてと結構アバウトに考えてますが、ルーフよりキャリアが高すぎる点は取り付け部の L 字の足を加工して低くしようかとも考えています。2点とも今後使いながら考えていこうと思っていますが、それよりも切実な問題が発覚しました。それは私の背の高さでは何か足場でもなければ荷物の積み下ろしが到底できないという現実です。まあ普通に考えればルーフキャリアを買うときに分かっているようなことなんですが、たくさん荷物が積めてソーラーパネルが設置できるという期待の方が大きくて、そんなことには気が回るはずもなく、まあ多分そういうことに気が回っているのであれば、こんな人生も送ってなかっただろうなと自分なりに納得はしています。私もまだまだ。そこで今回荷物の積み下ろし用に心強い助っ人を買っちゃいました。入れよ。ルーフキャリアを買うとそれを使うのに他のものが必要となり、その他のものを使うにはさらに別のものが必要になるといういわゆる無限地獄にすでにはまってしまっていますが、次回はその心強い助っ人をご紹介いたします。お楽しみに。じゃあまた。